今日、倉敷市の天満屋ハピータウン小島店にオープンしたのは三好のレストランです。去年3月、天満屋ハピータウン原尾島店で開業した1号店がそれまでの店舗と比べ1年間の集客がおよそ2倍となる、など好調で、今回2店舗目のオープンを決めました。創業130年を超える老舗弁当店三好野の名物といえば祭り寿司。ママカリはもちろん、瀬戸内の魚と旬の野菜がふんだんに散りばめられていて、新店舗の看板メニューです。こちらの塩ラーメン、小島店ということで塩田王野崎家の塩が使われています。ではいただいてみます。甘みさえ感じる優しい塩の味が特徴になっています。店には開店と同時に大勢の人が訪れていました。今日は開店だということを知ってきました。あったら来ようかな。美味しいです、なんかいろんなの種類があって、なんかバランスいい、エビ飯とかちらし寿司とか、そういうあの岡山っぽいものが結構出てきてるので、なんかこう岡山県らしい幅広いお客様に三好野の味を楽しんでいただける、絶好の機会でございますから、こういう点でもね、あのこのこうやって出店をさせていただくのは私たちにとってはとってもありがたいことです。また隣には三好野が初めて展開するコーヒー店もオープン。サイフォン式のコーヒーと岡山で採れた旬の果物を詰め込んだパフェなどが楽しめます。3世代 のお客様にご利用いただけるあのファミリーレストランというところで、あの幅広くですね、あのメニューの方も豊富に品揃えをしてあのいるところが特徴でございます。県内に11店舗を展開するスーパーと老舗弁当店がタッグを組んだ飲食店。三好野では売り上げが好調であれば、今後新たな店舗のオープンも検討するということです。